お台場のバイク駐輪場がちょっと更新されたということで、これは広いですね。でも休みの日はこれすぐパンパンになりそうな感じがしますね。はいはいはい、ここは正式に止めていいと。大型自動二輪車 400cc 超えの利用はなるべくご遠慮くださいと。これですね、有明一丁目。スタマオです。はい、本日はですね、よく見たことある橋、レインボーブリッジ、またまたお台場ですけども、お台場のバイク駐輪場がちょっと更新されたということで、早速見に行ってみたいと思います。ノートの方にバイク駐輪場、大型バイクが止められる駐輪場ということで紹介しておりますが、お台場の方はですね、結構目まぐるしく止められる場所が変わっておりまして、あの海の公園ですね、あのフジテレビの目の前のやつ、あそこの北側にバイク駐輪場があったんですが、まあ、それが閉鎖されてですね、もっと近いとこ、何でしたっけ、近くのショッピングモール、あのジョイポリスとかあるとこですね、あそこのすぐ近くにバイク駐輪場が新しくできたということで、一応そちらの方を探ってみたいと思います。そしてですね、あとはビッグサイトの近く、有明の方、あっちの方に、ショッピングモールというかショッピング施設が、少し前にできてまして、そっちもねバイク駐輪場あるということなので、そちらもちょっと探りを入れていこうかなと思ってます。じゃあこっち出口出ましてですね、あれがフジテレビですから、出口出ましてちょっと行ってみたいと思います。このお台場海浜公園っていう方に曲がるわけですね。海浜公園入り口を右折していきますね。で、前はこのお台場海浜公園北口っていう駐車場にバイク止められたんですが、そこが潰れまして、このシーリア前を左曲がりまして、でこの右側に駐輪場ってあるんですけど、これは自転車専用になっちゃったんですね。でここの並びに車の駐車場は確かに昔からあったんですが、バイクが100台ぐらい止められる駐輪場ができたらしいということで、ここじゃなくて、あった、こっちですね、出口専用、こっちじゃないや、入り口はあっちですね、こちらですね。入庫から6時間ごとに200円、最初の1時間無料ですね。原付自動二輪 OK。 おお、これは広いですね。これは広いですね。でも休みの日はこれすぐパンパンになりそうな感じがしますね。まあ試しに止めてみたいと思います。どうでしょうかね、まあ、ビッグバイクは全く問題なく止まりますね。まあ本日平日なのでだいぶ少ないですけども、土日にはパンパンになりそうな気がします。はい、ついでなのでビッグサイトの方に行ってみたいと思います。特段ビッグイベントは今日はないんですけども、
ビッグサイトのねバイク止めるとこって大体あの臨時の周辺にあるあの広場みたいなとこに止められるんですけども、そういうビッグイベントやってないときはですね、一体どこに止めていいのかと、ちっちゃいイベントなんかやってると思うんですが、果たしてどうでしょうか。大体モーターサイクルショーとかやってるときはですね、ここ右に曲がって、ぐるっと回る感じの駐車場に行ったりするんですけども、ちょっと見るだけ見ますか。普段モーターサイクルショーとかあるときはここの奥からバイク止められるよみたいな感じになってるエリアなんですけども、けど今日はさすがに空いてないと。どうやら普段この辺に止めていいという噂なんですがね、このタクシーって書いてあるけど、あそこか、チャリ置き場に止めていいらしいんだよな。ここですかね、ちょっと見てみますか。はいはいはい、ここは正式に止めていいと。大型自動二輪車 400cc 超えの利用はなるべくご遠慮くださいと。まあまあ埋まってますね。自由です。エリアが区切られてるわけじゃないですが、自転車とバイクは混ぜこぜで止めていいことにはなっておりますが、あんまり傷つけられたくない人とかはひょっとしたら止めない方がいいかもしれない。はい、ビッグサイトを後にしましてですね、そのもう一箇所ビッグサイトから駅でいうと1個離れてる、場所にですねショッピング施設ありまして、そこにねいつの間にかバイク駐輪場できてるということで、そこに行ってみたいと思います。まあね、ここビッグサイトですね、まあ、ここちょっと左曲がりましてですね、曲がんなくてもよかった、駅の反対側に出ちゃうかもしれない。有明駅、ここ1個離れたとこですね。あの右斜め前に見える名前なんでしょうね、あれ多分これ右折じゃ入れないのかな、いや行けるか、ここですね、有明ガーデン、そう有明ガーデンってとこにバイク駐輪場ありますので、ちょっと偵察したいと思います。これもう一個こっちの橋だな、あの左のあそこ行きたいので、ビッグサイトからだったらこっちの橋の方がいいか。角乗り橋来た、角乗り橋北の交差点過ぎましての、この左側で、確か左からじゃないと入れないらしいので、左折でしか入れないということなので、これを左曲がりますね、これを左曲がります。有明ガーデンが見えてきて、なんかビルとビルのね間みたいなとこ入るイメージの映像が見えたんですよね。これかな、これですね、有明1丁目、
入りましたからのモール入り口 B、 これ入りますね。ちょっとバイクのマーク書いてないんだよね、ちょっと不安がよぎるけど。一般、あ、バイクもうそこにあった、終わった。普通にここで券取りますね。まあ取りますとですね、すぐ左がもうバイク駐輪場ということで、ありがとうございます。大型バイクは全然 OK ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,40,48台まで行きますね。ただ要注意なのが、バイク駐輪場料金は四輪自動車と同一料金となっておりますが、要注意ですね。これ料金書いてないんだよね。はい、というわけで特段用事もないので行きたいと思います。普通に駐車券をぶち込みますね。あ、ここはね、雨当たらないからいいですね。ただちょっと高い、ちょっと高い、400円だったかな。30分で課金されるんで、1時間まで無料って書いてあったかな。で左行きます。